私には目もくれず、また本を上へ上げると向こうへ行ってしまった。6、その晩一杯と明くる朝の間中、私はなんだかうつうつと沈み込んだ気持ちで過ごした。忘れもしない私は勉強しようと思って階段の譜を読み始めたが、結局この有名な教科書のパラリと組んだ行やページが目の前にチラチラするばかりで何にもならなかった。10編も立て続けに私はユリウス・ケーサルは武勇世に優れという文句を読み下したが、何一つ頭に入らないので本を投げ出してしまった。夕食の前になると私はまたポマードを塗りたくって、またもやフロックコートとネクタイをつけた。それはどうするつもりなの？と母が尋ねた。お前はまだ大学生じゃないんですよ。それに試験だって受かるかどうか分かりもしないのにさ、あの短い上着だってまだついこの間縫わせたばかりじゃないか。もったいないですよ。お客様が来るので、と私はほとんど必死になってささやいた。バカおい、あれがお客様なものですか。降参するより他はなかった。私はフロックを短い上着に着替えたが、ネクタイは取らなかった。公爵夫人は娘を連れて夕食の30分前にやってきた。老婦人はすでに私にはおなじみの例の緑色の服の上に黄色いショールを引っ掛け、火のような色のリボン飾りのついた旧式の室内帽をかぶっていた。彼女はたちまち手形の話をやりだして、ため息をついたり自分の貧乏を訴えたりおねだりを始めたりするのだったが、礼儀も作法もさっぱりお構いなしで、相変わらず騒々しく鍵タバコを嗅いだり、椅子の上で気まま勝手に身をねじ曲げたりもぞもぞしたりしていた。自分が公爵夫人だなどということは点で念頭にも浮かんでこないらしい。それに引き換えチナイーダはすこぶるツンとほとんど傲慢なほどに構えて、あっぱれ公爵令嬢であった。その顔には冷ややかなピクリともしない尊大な表情が現れていたので、私にはまるで別人のように見え、あの眼差しもあの微笑も点で見当たらなかったけれど、それでいてこの新しい姿になっても私にはやはり素晴らしいお嬢さんと思われた。着ているのはふわりとした薄い社の服で、淡青い唐草模様がついていた。髪はイギリス風に長い房をなして両の方に垂れかかっていた。この髪形が彼女の顔の冷ややかな表情にしっくり合っていた。父は食事の間彼女の横に席を占めて、持ち前の優美で落ち着き払った陰銀さで隣席の霊嬢のお相手を務めていた。父は時折彼女の顔をちらりと眺めやる。彼女の方でも時たま父を見返す。その彼女の目つきが実に不思議だ、ほとんど敵意を含んだものだった。二人はフランス語で話し合っていたが、私は今でも思い出す。チナイーダの発音の綺麗さにびっくりしたものである。公爵夫人は食事の間も例によってちっとも遠慮せずに盛んに食べては料理を褒め添やした。母はいかにもこの相手が二厄介らしく、なんだかめいったような気乗りのしない調子でしぶしぶ受け答えをしていた。父は時たまかすかに前の根を潜めた。チナイーダもやはり母の気に入らなかった。なんだか高慢ちきな娘だこと、と母は来る日そう言った。よく考えてみるがいいわ。何を高慢ぶることがあるんだろう。あんなグリゼッタみたいな顔してさ。君は確かパリの下町娘グリゼットを見たことがないはずだが、と父はチクリと刺した。え、ありがたいことにね。もちろんありがたいことには違いないが、だがそれでどうしてあれらのことをとやかく言えるのかね。私の方へはチナイーダは点で注意を向けずじまいだった。食事が済むと間もなく公爵夫人は別れの挨拶をし始めた。どうぞ今後ともよろしくお力添えのほど奥様にも旦那様にもお願いしますよ、と彼女は歌うように声を引っ張りながら母と父に言った。仕方ありませんわ。いい時もありましたけれど帰らぬ昔でしてね。これでも元は奥方様と建てられたものですけど、と彼女は嫌な笑い声を立てて言い添えて、背に腹はとやら申しましてね。父はうやうやしく夫人に一礼すると控え室のドアまで腕を貸して送っていった。私はツンツル天の短い上着を着たままじっとそこに突っ立って、死刑を言い渡された囚人よろしくの手で床を見つめていた。チナイーダの冷たい態度を見てすっかりしょげてしまったのである。ところが、ああなんという驚きだったろう。彼女は私の前を通り過ぎるとき、例の優しい表情を目に浮かべて私にこうささやいたのだ。今夜8時にうちへいらっしゃいね。よくってきっとよ。私はあまりの思いがけなさに両手を広げたが、彼女は白いスカーフをふわりと頭にかけるとさっさと向こうへ行ってしまった。7、きっかり8時に私はフロックコートを一着に及び、頭の髪を小高く盛り上げて
公爵夫人の住処なる離れへ入っていった。例の老木が不愛想な目で私をじろりと見ると、しぶしぶ腰掛けから尻をもたげた。客間には陽気な人声が聞こえていた。私はそのドアを開けると、あっとばかり後ろへ座った。部屋の真ん中には椅子の上に公爵令嬢が突っ立ち上がって、男の帽子を目の前に捧げている。椅子の周りには5人の男がひしめき合っている。彼らは我がちに帽子の中へ手を突っ込もうとするのだが、令嬢はそれを上上と持ち上げて力いっぱい揺すぶっていた。私の姿を認めると彼女は大きな声で、待ってよ待ってよ、新しいお客様だわ、あの人にも札あげなくちゃと言うなり、ひらりと椅子から飛び降りて私のフロックの袖の折り返しを捕まえると、さあいらっしゃいってばと言った。何をぼんやり立ってるの。皆さんご紹介いたしますわ、この方はムシュー・ボルデマール、お隣の坊ちゃんです。それからこちらは、と彼女は私に向かって順繰りに客を指差しながら付け加えた。マレーフスキー伯爵、お医者のルーシンさん、知人のマイダーノフさん、退職隊員のニルマーツキーさん、それから軽騎兵のベロブゾーロフさん、この方にはもうお会いになったわね。どうぞ皆さん仲良くなすってね。私はすっかり上がってしまって、誰にもお辞儀をせずにいたほどだった。医者のルーシンというのが、あの時庭で私にこっぴどく恥をかかした例の浅黒い男であることは分かったが、あとはみんな初対面だった。伯爵、とジナイダは後を続けた。ムシュボルデマールにも札を書いてあげてちょうだい。それは不幸ですな、と心持ち、ポーランドなまりのある言葉つきで伯爵を反対した。これはすこぶる美貌の凝った身なりをした栗色の髪の男で、表情に富んだ飛び色の目と細いこじんまりした白い鼻を持ち、ちっぽけな口の上にちょびひげを生やしている。この人、バッキンごっこの仲間に入らなかったんですからね。不公平だ、とベロブゾーロフともう一人別の男が相槌を打った。後の方の男は退職隊員と呼ばれた人物で、年は四十絡み、みっともないほどの羽ばたずらで、アラビア人みたいに髪の毛が縮れて、猫背でカニ股で片性のない軍服を着て、胸のボタンを外している。筆を書いてあげなさいってば、と令嬢は繰り返した。それは何の暴動なの。もしボルデマールは初めて一緒になったんだから、今日はこの人特別扱いよ。ブツブツ言わないで書いてちょうだい、私そうしたいんだから。伯爵は肩をすくめたが、素直に一礼すると、宝石入りの指輪で飾り立てた白い手にペンを取り上げ、小さな紙切れを裂き取ってそれに書き始めた。ではせめてボルデマール氏に事の次第を説明してあげてもいいでしょう、とあざけるような声でルーシンが言い出した。さもないとすっかり孫ついておられるようですからね。実はね君、我々は罰金ごっこをしているんだが、令嬢が罰金を払うことになったので、幸運のくじを引き当てた人は令嬢のお手にキスする権利を得るわけなんです。分かったですか、僕の言ったことが。私はちらりと彼の顔を見たばかりで、相変わらず呆然自失の手で突っ立っていたが、その間に令嬢はまた椅子の上に飛び乗ると、またもや帽子を揺すぶり始めた。みんなが手を伸ばしたので、私もそれに従った。マイダーノフさん、トレージョは背の高い青年に向かって言った。これは痩せこけた顔に小さな目をしょぼつかせて、黒い髪の毛を恐ろしく長く伸ばした男である。あなたは詩人なんですから、気前のいいところを発揮して、あなたの札をムッシュ・ボルデマールに譲ってあげるべきだわ。するとこの方のチャンスは2つになって1つじゃなくなるんですもの。マイダーノフは首を横に振って長髪をさっと揺り上げた。私は一番後から手を帽子の中へ入れて掴んで、さて札を広げてみたが、はぁ、途端にフラフラっとしてしまった。見よ、その札にはキスと書いてあるではないか。キスと、私は思わず大声を上げた。ブラボー、この人に当たったわ、と令嬢がすかさず引き取って、まあ嬉しい。そして椅子を降りると、何とも言えず晴れやかな甘い目つきでじっと私の目を覗き込んだので、私の心臓はわっとばかり踊り立った。あなたは嬉しくって、と彼女は私に聞いた。僕、うまく舌が回らなかった。その札は僕に言ってくれたまえ、と突然私の耳のすぐ上でベロブゾーロフのガラガラ声がした。100ルーブル出すぜ。私が軽騎兵の返事に非常な憤慨の一別をくれたので、ジナイーダは手を叩くし、ルーシンはデカしたと絶叫する騒ぎだった。それはそうと、とルーシンは続けた。私は指揮部官として全てが規定通り行われるよう裁量せねばなりません。ムシュボルデマール、片膝をつきなさい、そういう決まりになっているのです。ジナイーダは私の前に立つと、私を一層よく見ようとするかのように首を少し横にかしげ、いとも早朝に片手を差し伸べた。私は目の中が暗くなった。片膝をつこうとしたが、めったり両膝ついてしまって、恐ろしく不器用に唇をジナイーダの指に触れたので、向こうの爪で自分の鼻先に軽い引っかき傷をこしらえてしまったほどだった。よろしい、
とルーシンは叫んで私を助け起こした。バッキンごっこは続いていった。ジナイーダは私を自分のそばの席につかせた。手を変え品を変え、実にいろんな罰金を彼女は思いついたものである。そのうちに彼女は立像をやってみせることになったが、すると彼女は自分の台座に武男のニルマーツキを選び出して、うつ伏せに寝るように命じたばかりか、顔を胸へ託し込ませさえしたものである。笑い声はおやみもなしに続いた。四角四面の地主屋敷に置いたって一人ぼっちの気まじめな教育を受けてきた少年の私は、こうした乱痴騒ぎや、ほとんど凶暴とも言うべき無遠慮な浮かれ気分や、見ず知らずの連中とのへそのを切って初めての交際やのおかげで、たちまち頭がカーッとなった。私は酒でも飲んだように手もなく酔っ払ってしまった。私が他の誰よりも大きな声で笑ったり喋ったりし始めたので、隣の部屋にいた老婦人までがわざわざ私を見に出てきたほどだった。夫人は相談事のために呼び寄せたイヴォールスキー門あたりの子役人と何やら話し込んでいたのである。しかし私はすっかりもう幸福感に酔いしれていたので、誰が霊笑しようが、誰が白い目で睨もうが、下世話に言う通りどこ吹く風で一文の価値も認めなかった。ジナイーダは相変わらず私をひいきにして、すんじもそばから離さなかった。あの罰金に当たった時、私は彼女と並んで一つ絹のプラトークにくるまる羽目になったことがある。つまり私は自分の秘密を彼女に打ち明けなければならないのであった。忘れもしない、私たち二人の頭が突然モヤモヤした半透明のにおやかなモヤに包まれたかと思うと、そのモヤの中で近々と柔らかに彼女の目が光って、開いた唇が熱っぽく息づき、歯がだんだん見えてきて、ほつれ毛が焼けつくように私の方をくすぐった。私は黙っていた。彼女は神秘めいたずるそうな微笑を浮かべていたが、やがて、ねえどうしたのと囁いた。私は赤くなってふふと笑っただけで顔を背け、じっと息を殺していた。罰金ごっこに飽きると、今度は縄回しが始まった。ああ、私がついポカンとして鬼になった彼女からしたたかピシャリと指を打たれたとき、なんという放逸を私は感じたことだろう。その後でわざと私がポカンとしたふりをしていると、彼女は私を焦らそうとして差し伸べた両手に触れようともしないのだった。我々がその晩のうちにやったことはまだまだそれだけではなかった。ピアノも弾けば歌も歌い、踊りも踊ればジプシーの群れの真似もした。ニルマーツキーは熊のぬいぐるみを着せられて、塩の入った水を飲まされた。マレフスキー伯爵はトランプの手品を次から次へと披露したが、挙句の果てにカードをよく切ってから、札を4人に配るとき、切り札を全部我が手に収めてしまったので、ルーシンは僭越ながら祝辞を述べることになった。マイダーノフは自作の人殺しという調子の一節を朗読したが、それはロマンティシズムの全盛期に取材してあった。彼はこの作品を黒い表紙に黄色の大字で出版するつもりだと言っていた。4月、ツルゲーネフ、初恋、神在清役、朗読その3。マイダーノフは自作の人殺しという調子の一節を朗読したが、それはロマンティシズムの全盛期に取材してあった。彼はこの作品を黒い表紙に黄色の大字で出版するつもりだと言っていた。イヴェレスキー門からやってきた子役人の膝からこっそり帽子を取ってきて、その身の代金としてカザーク踊りを踊らせたり、老木ボニファーチーに女の室内帽をかぶせたり、そうかと思うと公爵令嬢が男の帽子をかぶったり、とてもいちいち数えきれない。ただただベロブゾーロフだけは眉の間に8の字を寄せて、腹立たしげな様子でだんだん隅っこへ引っ込みがちになった。時たま彼の目はさっと血走って満面に死を注ぎ、今にもみんなに踊りかかって私たちをこっぱみじんに八方へ投げ飛ばしそうな剣幕を見せたが、令嬢がちらりと彼を見て指を立てて脅かすと、彼はまたこそこそ隅っこへ引き下がるのだった。しまいにさすがの私たちも生も根も突き果ててしまった。公爵夫人はご自身の言い草を借りると、そんなことには一向平気な性分で、どんなに騒がれようがびくともしないたちだったが、それでもやはり疲労を覚えてちょっと一休み横になると言い出した。夜の11時過ぎに夜食が出て、古い干からびたチーズの切れっ端とハムを刻み込んだ妙に冷たい肉まんじゅうとだけだったが、それが私にはどんなパイよりも美味しく思われた。ブドウ酒は一瓶きりで、それも怪しげな首のところが膨れ返ったどす黒い白物で、中身はプーンと桃色ペンキの匂いがした。もっとも誰一人それは飲まなかった。疲労と幸福感とでヘトヘトになって、私は離れから表へ出た。別れに臨んでジナイーダはギュッと私の手を握りしめ、またもや謎めいた微笑を浮かべた。夜着がしっとりと重く私のほてった顔へ匂いを吹きつけるのだった。どうやら雷雨が来そうな模様で、黒い雨雲が湧き出して空を這い、しきりにそのモヤモヤした輪郭を変えていた。
そよ風が暗い木立の中でざわざわと身震いして、どこか地平の遥か彼方ではまるで独り言のように、イカズチが腹立たしげな鈍い声でブツブツ言っていた。裏口からこっそり私は自分の部屋へ潜り込んだ。森役のジーヤが床べたで眠っていたので、私はそれをまたぎこさなければならなかった。ジーヤは目を覚まして私を見るなり、母がまたぞろ私に腹を立てて、またも迎えに人を出そうとしたが父が止めたのだと報告した。私は寝床に入る前には必ず母にお休みを言い、祝福をしてもらうことにしていた。まあこうなってはもう仕方がない。私はジーヤに自分で着替えをして寝るからいいと言ってろうそくを吹き消した。だが私は着替えもしなければ横になりもしなかった。私はちょっと椅子にかけたが、それなり魔法にでもかかったように長いこと座ったままでいた。その間に感じたことは実に目新しい、実に甘美なものだった。私はほんの少しあたりへ目を配りながら、じっと目じろぎもせずに座ってゆっくりと息をついていた。そしてただ時々声を立てずに思い出し笑いをしたり、そうかと思うと、俺は恋しているのだ、これがそれなのだ、これが恋なのだという想念に突き当たって胸の底がヒヤリとするのだった。ジナイダの顔が目の前の闇の中を静かに漂っていた。漂ってはいたが漂い去りはしなかった。その唇は相変わらず謎めいた微笑を浮かべ、目は少し横合いから物問いたげに、感慨深そうに優しげに私を見守っていた。あの別れた瞬間とそっくりそのままの眼差しだった。やがてとうとう私は立ち上がってつま先立ちでベッドに歩み寄り、着替えもせずにそっと頭を枕に乗せた。激しい動作によって身内に満ち満ちているものを驚かしはせぬかと、それが心配でならぬかのように、私は横になったが目もつぶらずにいた。まもなく私は何かしらかすかな照り返しが私のいる部屋の中へ絶えず刺しては消え、刺しては消えするのに気がついた。私は身をもたげて窓を眺めた。神秘めいてぼんやり白んでいるガラスの上に窓の山がくっきりと描き出されている。雷雨だなと私は思った。確かに雷雨には違いなかったが、とても遠方を通っているので雷鳴も聞こえないほどだった。ただ光の鈍い長々と尾を引いた枝に分かれたような稲妻が空にひらめいているだけで、それもひらめくというよりはむしろ死にかけている鳥の翼のようにピクピク震えているのだった。私は起き上がって窓のそばへ行き、朝までそこに立ち尽くした。稲妻はほんのつかの間もやまなかった。俗に言うスズメの夜、つまり夏至頃の短夜である。私はひっそり静まった砂原や根すくうちぬい公園の黒々とした森影や、鈍く稲妻がひらめくたびにやはり震えるように見える遠い家々の黄色っぽい正面屋をじっと見つめていた。見つめたまま目を離すことができなかった。そのひっそりした稲妻、その遠慮がちのひらめきが同じく私の身内にもひらめいている無言のひそやかな衝動にちょうど相応ずるもののように思われた。夜が明け始めた。朝焼けがそこここに深紅のまだらを散らした。日の出が近づくにつれて稲妻はだんだん淡く短くなっていった。その罠鳴きはいよいよ魔導になって、ついにはっきり明け離れた一日の物皆の夢を覚ます疑いもない光に浸されて消えてしまった。私の胸の中でもやはり稲妻は消えてしまった。私は非常な疲れと静けさを感じたが、ジナイダの面影は相変わらず飛び巡って私の魂の上に外化を奏していた。ただしその面影もいつか一人でに安らいできたように見えた。さながら白鳥が沼の草むらから飛び立ったように、その面影もまたそれを取り巻いているさまざまな醜い物影から離れ去ったもののようだった。そして私はうとうと寝入りながら、これを名残にもう一遍信頼を込めた崇拝の念を持ってその面影に必死とばかり取りすがった。おお、目覚まされた魂のつつましい召喚よ、その優しい響きよ、そのめでたさと静もりよ、恋の初めての感動のとろけるばかりの喜びよ、今しらはそも今いずこ、今いずこ。8、明くる朝私がお茶に降りていくと、母は私を叱ったけれど思ったほどのことはなく、夕べどんな風に過ごしたかを私に話をさせた。私は言葉少なに応答しながら、細かな点はどしどし省いて全体として大いに無邪気な感じを与えるように努めた。
とにかくあの人たちはまともな連中じゃありません。と母は釘を刺した。だからお前もあんなところへ出入りする代わりにちゃんと勉強して試験の準備をするんですよ。私の勉強に対する母の配慮がわずかこの数語に尽きていることは私も心得ているから別に口答えをする必要はないと思った。ところがお茶が進むと父は私と腕を組んで一緒に庭へ出て行きながら私が座精金家で見たことを逐一私に物語らせた。父は私に奇妙な影響力を持っていたし、そういえば互いの関係にしたところでやはり奇妙なものだった。父は私の教育のことにはほとんど風馬牛だったが、さりとて私をバカにするような真似はついぞしたことがない。父は私の自由を尊重していたばかりか、さらに進んでちょっと妙な言い方だが私に対して陰銀でさえあった。ただし近前は寄せつけてくれないのである。私は父を愛し、父に見とれてこれこそ男性というものの典型だと思っていた。だから実際の話が、私はもっと強く強く父に懐いたはずなのだが、ただ父の手が私を押しのけているような感じがしょっちゅうあって、それが邪魔になったのだ。その代わり父さえその気になれば、ほとんど一瞬にしてただの一言、ただの一動きでもって父に対する無限の信頼感を私の胸に呼び覚ますことができた。私は心を開け広げて、まるで相手が聡明な友達か親切な先生でもあるように父とおしゃべりを始めるのだが、やがてまた不意に父は私を放り出してしまう。またしてもその手が私を押しのける。いかにも愛想のいい物柔らかな手つきだが、とにかく押しのけるのである。父も時にはウキウキした気分になることがあって、そうなると私を相手にまるで子供のようにふざけたり跳ねたりするのを厭わなかった。父は激しい肉体の運動なら何でも好きだった。一度、後にも先にも、ただの一度きりだが、父がとても優しく私を可愛がってくれて、そのため危うく私が泣き出しそうになったことがある。しかし、そのウキウキした気分も優しさもすぐまた跡形もなく消えて、現に二人の間に起こった事柄から何かしら今後の期待を引き出すなどということはとてもできない相談だった。まあ何もかも夢で見たようなものだった。よく私は父の賢そうな美しい澄み切った顔をじっと見ているうちに胸がドキドキしてきて、身も心も父の方へ吸い寄せられるような気がした。すると父はそういう私の気持ちに感づきでもしたように、ひょいと通りすがりに私の方を軽く叩いて、それなり向こうへ行ってしまうか、何か仕事をやり出すか、さもなければいきなり頭から足の先まで凍りついたように冷たくなってしまう。その冷たくなりようときたら、他の人には見られない父独特のもので、それを見せられると私はたちまち縮み上がって、やはり寒々とした気持ちになるのだった。ごくまれに父は発作的に私に好意を示しはしたが、それは決して口にこそ出さないが、一目でそれと察せられる私の愛顔によって引き起こされたものではない。それはいつも決まって不意に起こるのだった。後になって父の性格をいろいろ考えてみた挙句、私の達した結論は、父としては私や家庭生活なんぞを顧みる暇がなかったということである。父はある別のものを愛していて、その別のものですっかり堪能していたのである。取れるだけ自分の手でつかめ、人の手に操られるな。自分が自分自らのものであること、人生の妙手はつまりそこだよ、とある時父は私に語った。また別の時、私は若き民主主義者として父の面前でとうとうと自由を論じ始めたことがある。父はその日は私の当時の言い方で言うと優しかった。そんな時にはどんな話を持ち出そうと勝手だった。自由かと父は引き取って、だがね、人間に自由を与えてくれるものは何か、お前それを知っているかね。何です？意志だよ、自分自身の意志だよ。これは権力までも与えてくれる、自由よりもっと尊い権力をね。欲するということができたら自由にもなれるし、上に立つこともできるのだ。父は何よりもまず、そして何にも増して生活することを欲した。そして実際生活したのだ。ひょっとすると父は自分が人生の妙手をあまり長く享楽できないことを予感していたのかもしれない。42で死んだのである。私は座精金家を訪問した時の一部始終を詳しく父に話して聞かせた。父はベンチに腰掛けて、鞭の先で砂に何やら書きながら、半ばは注意深く、半ばは放心の体で私の話を聞いていた。父は時々笑い声を立てて、一種こう晴れやかな、
面白そうな目つきで私の顔をちらりと見たり、ちょっとした質問や混ぜ返しで私を抱きつけたりした。初めのうちは私はジナイーダの名前をさえ口にする勇気が出なかったが、やがて我慢がならなくなってしきりに彼女のことを褒めちぎり出した。父は相変わらず笑い続けていたが、そのうちにふと考え込んだかと思うと伸びをして立ち上がった。私は父が家から弟子なに馬に鞍を置くように命じたのを思い出した。父の馬術はなかなか大したもので、レイリ氏などよりずっと早くからどんな荒馬をも鳴らすのに妙を得ていた。僕も一緒に行っていい、パパ、と私は父に聞いた。いいや、と父は答えた。その顔には例のそっけない愛想のいい表情が浮かんだ。乗りたけりゃ一人でお行き、そして私は行かないからって別途にそう言っとくれ。父は私に背を向け足早に立ち去った。私が見送っていると父の姿は門の外へ消えた。垣根に沿って帽子の動いていくのが見える。父は座席近景へ入っていった。父は1時間以上はそこにいなかったが、それからすぐさま町へ出かけ、夕方やっと帰ってきた。夕食の後で今度は私が座席近景へ行った。客間に入ってみると老公爵夫人きりしかいなかった。私の姿を見た夫人は室内帽子をかぶった頭を網張りの先でかくと、いきなり私に向かって請願書を一通清書してもらえまいかと問いかけた。お安い御用ですとも、と私は答えて椅子の端に腰を下ろした。ただね、字をなるべく大きくお願いしますよ、と公爵夫人はべったり書き汚した紙を一枚渡しながら言った。で、今日中にやってくださらなくて、坊ちゃん。やりますとも、今日中に。隣の部屋のドアがほんのちょっぴり開いて、その隙間にジナイーダの顔が現れた。青ざめた物思わしげな顔つきをして、髪は無造作に後ろへ跳ね返してある。大きな冷ややかな両眼で私をじっと見ると、またそっとドアを閉めた。ジーナ、これジーナや、と老婦人が呼んだ。ジナイーダは返事をしなかった。私は老婦人の請願書を持って帰って、一晩中それにかかりきりだった。9。私の情熱はその日から始まった。忘れもしない。その時私は初めて就職した人が感じるはずのあの一種の気持ちと同じものを味わった。つまり私はもはやただの子供でも少年でもなくて、恋する人になったのだ。今私はその日から私の情熱が始まったと言ったが、もう一つその上に私の悩みもその日から始まったと言い添えてもいいだろう。ジナイーダがいないと私は気がめいった。何一つ頭に浮かんでこず、何事も手につかなかった。私は何日もぶっ続けに開けてもくれてもしきりに彼女のことを思っていた。私は気がめいった。とはいえ彼女がいる時でも別に気が楽になったわけではない。私は嫉妬したり、自分のちっぽけさ加減に愛想をつかしたり、バカみたいに拗ねてみたり、バカみたいにへいつくばったり、そのくせどうにもならない引力で彼女の方へ引きつけられて、彼女の今の敷居をまたぐつど、私は思わず知らず幸福のおののきに装備が震えるのだった。ジナイーダはすぐさま私が彼女に恋していることを見抜いたし、私の方でも別にそれを隠そうとも思わなかった。彼女は私の情熱を面白がって私をからかったり甘やかしたりいじめたりした。一体他人のためにその最大の喜びや、その底知れぬ悲しみの唯一無二の源泉になったり、またはそれらの絶対至上にして無責任な原因になったりするのは快いものであるが、全く私はジナイーダの手にかかったが最後、まるでぐにゃぐにゃな牢みたいなものだったのだ。とはいえ何も私だけが彼女に恋していたわけではなかった。彼女の家にやってくる男という男はみんな彼女にのぼせ上がっていたし、彼女の方ではそれをみんな鎖につないで自分の足元に飼っていたわけなのだ。そうした男たちの胸にあるいは希望を、あるいは不安を呼び起こしたり、こっちの気の向きよう一つで彼らをキリキリ舞いさせたりするのが、それを彼女は人間のぶつけ合いと呼んでいた。彼女には面白くてならなかったのである。しかも男たちの方ではそれに抗議を申し立てるどころか、喜んで彼女の言いなりになっていたのだ。はつらつとして美しい彼女という人間の中には、ずるさとのんきさ、技巧と素朴、おとなしさとやんちゃさといったようなものが一種特別な魅力ある混じり合いをしていた。彼女の言うことなすこと、彼女の身振り物腰の端々にも微妙なふわふわした魅力が漂って、その隅々にまで他人には真似のできぬピチピチした力が溢れていた。彼女の顔つきもしょっちゅう変わって、やはりピチピチしていた。それはほとんど同時に霊障を表しもすれば、
物思いをも表しもし、情熱の表情にもなるのであった。まるで晴れた風のある日の雲の影のように、軽いすばしこい色とりどりの情感が絶えず彼女の目や唇のほとりにちらついているのだった。彼女にとって自分の崇拝者は誰も彼もみんな入りような人物だった。ベロブゾーロフは彼女から時によっては私の猛獣さんと呼ばれたり、時によっては簡単に私のと呼ばれたりしていたが、彼女のためとあらば火の中へも飛び込みかねない男である。自分の頭の働きにも自信はなし、他にこれといった取り柄もないと諦めている彼は、しょっちゅう彼女に結婚を申し込んで、他の男の言うことは要するに空念仏に過ぎないとほのめかすのであった。マイダーノフは彼女の魂の中にある私的な素質のお相手を務めていた。ほとんど全ての分子の多分に漏れず、彼もかなり冷たい人間だったが、それでいて自分がジナイーダを崇拝しているものとシャニムに相手に思い込ませようとしていたのみか、どうやら自分でもそう思い込もうとしているらしかった。無尽蔵とも言うべきシークに彼女への賛美の情を託しては、それをどこかしら不自然でもあれば真剣でもある感激を持って彼女に朗読して聞かせる。彼女の方ではこの男に共鳴する面もあり、いささかおひゃらかし意味でもあった。あまりこの男を信用していない彼女は、彼の心情のトロもいい加減聞き飽きるとプーシキンを朗読させるのだった。それは彼女の言い草に従えば空気を清めるためだった。次にルーシンは皮肉屋で露骨な毒舌を振るう医者だが、彼女というものを一番よく見ており、また誰より深く彼女を愛してもいながら、そのくせ陰でも面前でも彼女の悪口ばかり言っていた。彼女はこの男を尊敬してはいたものの、さりとて決して容赦はせず、時々一種特別なさも小気味よげな満足の面持ちで、彼だってやはり自分の手中にあるのだということを彼に感づかせるように仕向けるのだった。私コケットなのよ、人情なんかないわ、まあ役者向きの水晶なんだわと、彼女はある日私のいる前で彼に言ったことがある。ああいいことがある、さ手を出しなさい、ピンをさしてあげるから。するとあなたはこの坊ちゃんの手前恥ずかしいでしょうし、それに痛くもあるでしょう。でもね、あなた笑ってみせてちょうだい。いいこと、君子さん。ルーシーは赤くなって顔を背け、唇を噛みしめたが、結局その手を差し出した。彼女がピンを突っ刺すと、まさしく彼は笑い出した。彼女も声を立てて笑いながら、そのピンをかなり深く差し込んで、虚しくあちこち反らそうとする彼の目をじっと覗き込むのだった。ジナイーダとマレフスキー伯爵の関係が一番私には分かりにくかった。なかなか美男子で女才なく頭の働く男なのだが、しかしほんの16歳の少年に過ぎない私でさえ、この男には何かしら油断のならぬうさんくさいところがあるような気がした。しかもジナイーダがそれに気づいていないのが私は不思議でならなかった。ひょっとすると彼女はそのうさんくささに気づいていながら、別にそれが嫌でなかったのかもしれない。何しろ教育も変則なら、付き合いや習慣も風変わりだし、しょっちゅう母親はそばにいるし、家の内情は貧乏で乱脈だし、勝てて加えて若い娘のみで気まま勝手はしたい放題、それにぐるりの連中より一段も二段も上だという意識もあるし、というわけでそうした一切合切が合わさって、彼女のうちに一宿を人を小馬鹿にしたような無頓着さや投げやりな態度を養ったのである。何事が持ち上がろうが、余震場ボニファーチーが入ってきて砂糖が切れましたと言上に及ぼうが、何か忌まわしい世間の陰口が耳に入ろうが、客の中で喧嘩が始まろうが、彼女はただ豊かな巻き毛を一振りしてくだらないというだけでケロリとしていた。おかげで私は全身の血がカッと燃え立つような思いをすることがよくあった。例えばマレフスキーがまるで狐みたいにずるそうに肩をゆすりながら彼女のそばへ寄っていって、彼女のかけている椅子の背にラテな格好をしてもたれかかり、さも得意げな追笑たらたらの薄笑いを浮かべながら彼女の耳に何かささやき出す。すると彼女は両手を胸に組んでまじまじと彼を見つめながら、やがて自分も微笑を浮かべ首を振ったりするのである。あなたはどこがよくてマレフスキーさんなんかを家へ入れるのです？とある時私は彼女に聞いてみた。だってあの人のひげ素敵じゃなくて？と彼女は答えた。でもそんなことあなたの知ったことじゃないわ。また別の時彼女は私にこう言ったことがあった。私があの人を愛しているとあなた思ってるのじゃない？違うわ。
私こっちで上から見下ろされなくちゃならないような人は好きになれないの。私の欲しいのは向こうでこっちを征服してくれるような人。でもね、そんな人にぶつかりっこはないわ。ありがたいことにね、私誰の手にも引っかかりはしないわ。いいだ。すると決して恋をしないというわけですね。じゃあ、あなたをどうするの？私あなたを愛していなくて。そう言うと彼女は手袋の先で私の鼻を叩いた。まったくジナイダは散々私を慰み者にした。3週間の間私は毎日彼女に会っていたが、その間に彼女が私に向かってやらなかったことは何一つ、全く何一つなかったと言っていいほどだ。彼女の方で私の家へ来ることはあまりなかったが、それは私にとって通知ではなかった。うちへ来ると彼女はたちまち霊場、つまり公爵霊場に早変わりしてしまうし、こっちでも彼女を敬遠していた。私は母に見破られるのが怖かったのだ。母はジナイーダにすこぶる悪意を抱いて、まるで仇のように私たちを見張っていた。父の方は大して怖くなかった。父は私には気がつかない様子だったし、彼女ともあまり話をしなかったが、いざ話す時には何か特別に気の利いたもっともらしい話ぶりをしていた。私は勉強も読書もやめてしまった。郊外散歩や乗馬までもやめてしまった。まるで足に糸をつけられたカブトムシみたいに、私は懐かしい離れの周りを絶えずぐるぐる回っていた。いいと言われればいつまでだってそこにいたはずだが、そうはいかなかった。母の小言もうるさいし、時には当のジナイーダからおったてを食う始末だった。すると私は自分の部屋へ引っこもるか、それとも庭の一番端まで行って、石造りの高い温室の崩れ残りへよじ登って、道路に面した壁から両足をぶら下げ、何時間も座ったなりで一心に眺めるのだったが、そのくせ何一つ目に入らなかった。私のそばには埃をかぶったイラクサの上を、物上に白い蝶々が飛び交わしていた。元気なスズメが一羽、少し先の半ば割れた赤レンガの上に止まって、絶えず全身をくるくる回し、尾を広げて勘に触る鳴き声を立てていた。相変わらず疑り深いカラスの群れが、すっかり葉の落ちた白樺の高い高いてっぺんに止まって、思い出したようにカーカー鳴いていた。太陽と風がそのまばらな枝の間に静かに戯れていた。ドン修道院の鐘の音が時折穏やかに陰気に響いてきた。私はじっと座って見つめたり聞き入ったりしているうちに、何かしら名状しがたい感じで胸がいっぱいになるのだった。その中には悲しみも喜びも未来の予感も希望も生の恐れも、何から何までが含まっていた。けれど当時の私にはそんなものは何一つ分かりもせず、また自分の中にふつふつとたぎっているすべてのもののうち、どの一つだってそれとなざすだけの力はなかったろう。いや、いっそその一切を挙げて、ただ一つの名、ジナイーダという名でもって呼んだかもしれない。ところがジナイーダは猫がネズミをおもちゃにするように相変わらず私をもてあそんでいた。急にゼラついてきて私を興奮させたり、うっとりさせたかと思うと、今度は手の裏を返すように私を突っ放して、彼女に近寄ることもその顔を眺めることもできないような羽目に落としてしまう。忘れもしないが、彼女が 2,3 日ぶっ続けにとても冷たい態度を私に見せたことがある。私はすっかりおじけづいて、こそこそ彼女たちの離れへ這い込んでは、なるべく老婦人のそばにくっついているようにしたものである。しかも折も折、婦人はひどく怒りっぽくなっていて、がなり散らしてばかりいたのだ。というのは何か手形の件がうまくいかないので、もう二度も区の所長さんと掛け合ったところだったのである。ある日私が庭へ出て例の垣根のそばを通りかかると、ジナイーダの姿が目に留まった。彼女は両手を脇について草の上に座ったまま、見広ぎもせずにいる。私がそっと遠ざかろうとすると、彼女はいきなり首を上げて、さも命令するような合図をした。私はその場に立ちすくんだ。どういうつもりなのか一度では飲み込めなかったのだ。彼女はもう一遍合図をした。私はすぐさま垣根、どうしたらいいのか分からず当惑して、私は小道の縁にひざまずいた。見ると彼女の顔は真っ青で、何とも言えず痛ましい悲哀と深い疲れの色が目鼻立ちのクマグマに刻まれているので、私は心臓が締め付けられるような気がして、思わずこう口走った。どうかしたのですか？ジナイーダは片手を伸ばして何か草の葉をむしると、歯で噛んでポイと向こうへ投げた。あなた、私がとても好き？とやがての果てに彼女は聞いた。そう。私は何とも答えなかった。今さら何の返事をすることがあろう。そう。と彼女はなおも私を見つめながら繰り返した。そりゃそうだわね。まるで同じ目だもの。
そういたしてじっと考え込み、両手で顔を隠した。やがて私何もかも嫌になったとささやくように言った。いっそ世界の果てへ行ってしまいたい。こんなことこらえきれないわ。とてもやっていけないわ。それに行く末はどうなるんだろう。ああつらい、本当につらい。なぜですかと私はおずおず尋ねた。ジナイーダは返事をせずにただ肩をすくめただけだった。私は膝をついたまますっかりしょげ返って彼女を見守っていた。彼女の一言一句は鋭く私の胸に突き刺さった。私はその瞬間、もし彼女の悲しみが消えるものなら喜んで命を投げ出しもしたろう。私は彼女を見つめているうちに、なぜそう辛いのか合点がいかぬながらも、それでいて彼女がにわかに耐え難い悲哀の発作に襲われて庭へ出てきて、ばったり地面に倒れた有様をまざまざと心に描いていた。辺りは青々と光に満ちていた。風は木々の花見をそよがせ、時折木いちごの長い枝をジナイーダの頭上で揺すっていた。どこかで鳩が含み声で鳴き、ミツバチはうなりながらまばらな草の上を低く飛び交っていた。上には空が優しく青み渡っているが、でも私は何とも言えずわびしかった。何か詩を読んでちょうだいとジナイーダは小声で言って肩肘をついた。私、あなたが詩を読むところが好きなの。あなたのはまるで歌うみたいだけれど、それで結構よ。若々しくていいわ。あのグルジアの丘の上を読んで。ではまずお座りなさいな。私は腰を下ろしてグルジアの王を朗読した。プーシキンがカフカーズをさまよいながら遠い恋人を思って作った叙情詩で、その大意はグルジアの丘よぎりかかり、アラグバの流れ我が前にざわめく、我はわびしく楽しく、我が悲しみは明るし、我が悲しみはただ一人君の姿に満たされて、このわび心何者の乱し騒がすものもなし、かくて胸はまたも燃え恋渡る、愛しさでやまぬ胸なればと朗読した。愛しさでやまぬ胸なればとジナイーダは繰り返した。そこが詩のいいところなのね。つまりこの世にないことを言ってくれる。しかも実際あるものよりより立派なばかりでなく、ずっと真実に近いことをまで言ってくれるのだもの。愛しさでやまぬ胸なれば、本当にしまいと思ってもせずにはいられないんだわ。彼女はまた黙り込んだが、突然ぶるりと身を震わして立ち上がって、さあ行きましょう、お母さんのところに。マイダーノフが座り込んでいるのよ。私に言って自分で作った叙事詩を持ってきてくれたのに、ほっぽらかしてきてしまったの。あの人も今頃はきっとしょげてるわ。でも仕方がないのよ。やがてあなただってわかる時が来るわ。ただね、私のこと怒らないでちょうだいね。ジナイーダはせかせかと私の手を握ると先に立って駆け出した。二人は離れに帰った。マイダーノフはやっと印刷になったばかりの自作の詩、人殺しを朗読しだしたが、私はろくに聞いていなかった。彼は死客のヤンプを思い切り声を引き引きが鳴り立てて、因が入れ替わり立ち替わり、まるで小鈴のようなうつろで想像しようと立てたけれど、私はじっとジナイーダの顔を見たまま、彼女がついさっき言った言葉の意味をしきりに考えていた。さらずは見知らぬ恋がたきがにわかに君を奪いゆきしやと、いきなりマイダーノフが鼻声でわめいた時、私の目とジナイーダの目がぶつかった。彼女は伏し目になって顔をあからめた。彼女が赤くなったのを見ると、私はびっくりして五体が冷え渡った。私はもう前々から彼女のことで焼いていたのだが、実際彼女が誰かに恋しているという考えはやっとこの瞬間私の胸にひらめいたのである。さあ大変だ、彼女は恋をしている。10、私の本当の責め苦はその瞬間から始まった。私は頭が痛くなるほど考え詰めたり、思案を重ねたり、考え直したりしながら、もちろんできるだけこっそりと執念深くジナイーダを見張っていた。彼女にある変化が生じたことはもはや明白だった。彼女は一人で散歩に出かけて長いこと歩き回っていた。時によると客たちに顔を見せずに何時間も自分の部屋に引きこもっていた。それまではついぞなかったことである。私は突然ひどく目が見え出した。少なくとも見え出したような気がした。あいつじゃないかしら、それともいっそあいつかなと、私は彼女の崇拝者の一人からまた一人へせわしなく思いを馳せながら胸の中で自問するのだった。ナカンズクマレーフスキー伯爵は、もっともこんなことを認めるのはジナイーダのため心外の至りだったが、他の誰よりも危険人物のように密かに私は思っていた。私の慧眼は残念ながら自分の鼻の先までしか届かず、またせっかくの私の見つけも誰一人騙し寄せることはできなかったらしい。
少なくともドクトル・ルーシンはじきに私の腹を見抜いた。とはいえ彼だって近頃は様子が変わってめっきり痩せもしたし、相変わらず笑い上戸ではあったものの、その笑い声は妙に鈍く毒を含んで短くなったし、平生の軽い皮肉や取ってつけたような霊障壁は我にもない神経質な苛立ちに変わっていた。ねえ君、何だってそうしょっちゅうここへやってくるんですと彼はある日座生金家の客まで二人きりになった時私に言った。霊嬢はまだ散歩から帰ってこなかったし、夫人のガミガミ声が十二階でしていた。駒使いと喧嘩していたのだ。若いうちにせっせと勉強しとかにはならんのに、どうしたことです。僕が家で勉強してるかどうかあなたにはわからないでしょと私はいささか高飛車に言い返したが、たちたちの君もないことはなかった。何が勉強なものですか。そんなこと君の頭にありはしませんよ。だがまあこれ以上何も言いますまい。君の年頃ではまあ無理もないからな。ただし君の見当は大いに狂っているのですよ。この家がどういう家か、それが君には見えんのですか。何のことだか分かりませんねと私はそらっとぼけた。わからないって、そりゃますますいかん。僕は義務として一言君に注意します。我々甲羅を経た独身者はここへ来ても差し支えない。何のことがあるものですか。我々は鍛錬ができてるからびくともしないのです。ところが君はまだ皮膚が弱い。ここの空気は君には毒ですよ。本当ですとも、うっかりすると伝染しますぞ。どうしてです。どうもこうもあったものですか。一体君は今健康ですか。果たしてノーマルな状態にありますか。今は君が今感じていることは君のためになりますか。いいことですか。でも僕が何を感じているというんですと私は言ったが、心の中ではなるほど医者の言う通りだと思った。いやいや君は若い、まだ若いと医者はさもこの二つの言葉の中に私に対する何かひどく侮蔑的な感じが込めてありでもするような、そんな言いぶりで言葉を続けた。ごまかそうだってダメですよ。だってまだまだ君の心にあることはちゃんと顔に出ているものは、ありがたいことにね。だがしかし、こんな話をしたって始まらない。第一、この僕にしたってこんなところへ来るはずはないんですよ。もしも、医者は歯を食いしばった。もしも僕がこんな当変僕でなかったらね、ただ一つ僕が不思議でならんのは、君のような頭のいい人が自分のすぐそばで起こっていることにどうして気がつかないんだろうな。でも何が起こっているんですと私は素早く相手を受けてすっかり緊張した。医者は妙にあざけるような同情の色を浮かべて私をチロリと見た。なるほど、僕も大したものだと彼は独り言のように言った。すこぶる持ってこの人の耳に入れとく必要のあることだって。まあ要するにと、そこで声を高めて、もう一遍言いますが、ここの雰囲気は君には良くない。君はここでいい気持ちになっているが油断大敵ですぞ。そりゃ温室の中だってやはりいい匂いはするが、そこで暮らすわけにはいかんですからね。ねえ、悪いことは言わないから、またあの前田の先生に戻りたまえ。公爵夫人が入ってきて歯が痛いと医者にこぼし出した。やがて次男飯田が現れた。あ、そうそうと夫人は言い出した。ねえドクトル、この子を叱ってやってくださいな。一日中氷蜜ばかり飲んでいるんですよ。それが体にいいことでしょうかね。胸が弱いくせに。なぜそんなことをなさるんですとルシンが聞いた。やったらどうなるとおっしゃるの。なんですって。風邪をひいて死ぬかもしれませんよ。本当、まさか。でも構いやしない、それが当然だわ。おやおやと医者はうなった。夫人は出て行った。おやおやとジナイーダは口真似をして、生きることがそんなに面白いかしら。ぐるりを見回してごらんなさい。どう、よくって、それともあなたは私がそれさえわからない勘の鈍い女だと思ってらっしゃるの。私は氷蜜を飲むといい気持ちなの。なのにあなたはこんな人生が束の間の満足のために危険を犯してはならないほど大事なものだと真顔で私にお説教なさるおつもりね。私も幸福なんかどうでもいいの。つまりそのドルシンが皮肉った気まぐれと自分勝手、この二言にあなたは尽きるんですな。あなたという人は全部この二言のうちにありますよ。ジナイーダは神経質に笑い出した。証文の出し遅れよドクトル先生、案外目が効かないのね。だいぶ手遅れだわ。メガネでもおかけになったら。私今気まぐれどころじゃないの。あなた方をからかったり自分を笑い物にしたり、そんなこと何が面白いものですか。自分勝手だとおっしゃるけれどね、ボルデマールさんと。そこで突然ジナイーダは方角を変えて小さな足をトントン鳴らした。そんな憂鬱な顔しないでよ。
私人に同情されることなんか大嫌い。彼女は足早に出て行った。君には毒だ、全く毒だよ、ここの空気は。ねえ君と、またルーシンは私に